確かに。アーセナルは若干抜けたから。 ね、余裕ではないでしょうけどアーセナルっていう組織がもう整ってるっていうかアルテタがちゃんとそこの規律守る指針打ち出してそれで結果をどんどん出してきててアルテタっていう人間への尊敬とチームのシステムに対しての不備みたいなのが少ないから大丈夫だと思ってますけどねチェルシーはそこの組織としての基盤の構築をしなきゃいけないからわがままが許されてたチームからそれが許されないチームだよっていう風にしてなおかつあのポチェッティーノが人間として結果を出せるっていうのを証明しなきゃいけないからね。